三菱重工のスペースジェット開発計画中止に伴って、そのスペースジェットチームが F3 戦闘機開発に参加したと聞きました。かつて期待された国産ジェット旅客機、スペースジェットの開発が、なぜ中止に追い込まれたのかまた。今回は、この事態によって、F3 戦闘機開発に加速がつくのか、国産旅客機をなぜ断念しなければならなかったのかについても見ていこうと思います。三菱スペースジェット MSJ、旧称 MRJ、三菱リージョナルジェットとは、三菱航空機が開発を進めていた国産ジェット旅客機です。この企業は、かつて三菱重工業の子会社でしたが、2023年2月7日に開発中止になったのです。三菱重工業の見方としては、国が機体の安全性を証明する形式証明 TC を取得しても、将来的には事業として成立しないと判断したのでしょう。今後も数千億規模の投資は必要になると見られていることもあり、事業継続はかなり難しいとし、撤退を決めたと思われます。つまり、労を多くして報い少なしということ、簡単に言えば儲からないと理解したのですね。2020年10月30日、三菱重工業は、スペースジェット開発を凍結と宣言しましたが、その際、一旦立ち止まるとしていましたから、開発を完全に断念するには未練があるのではとも推測されています。MRJ 開発には、これまでに、少なくとも、約500億円もの公的資金が投じられているだけでなく、国内でのローンチカスタマー、購入が決まっている消費者である、全日本空輸、ANA、NH などを傘下に持つ ANA ホールディングスの発注があります。確定している分だけで、15機とオプション10機で、最大25機の発注があるそうです。また、日本航空は、32機すべてを確定発注で契約しているので、各航空会社への保証対応も必要になるのです。ですから、なんとか開発を継続し完成させようとしましたが、それらの売却収入があったとしても、それ以上の損失を出さないために、ついに諦めたと理解されているようです。三菱のスペースジェット開発について振り返ってみます。2002年、平成14年に経済産業省が提案した30隻から50隻クラスの小型ジェット機を開発する案に沿って計画されたのが環境適応型高性能小型航空機でした。それに対し、同時に発案された50人程度の小型航空機用ジェットエンジン、環境適応型小型航空機エンジン MRJ 開発計画とともに、国内の機体メーカー3社、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業の提案が発端となったそうです。日本には、かつて、国産のターボプロップエンジンによる50隻以下の優秀な小型プロペラ旅客機 YS-11 がありました。地方空港で活躍していた機体です。今でも、名機として定評があるそうです。しかし、1990年代後半、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルが、小型のリージョナルジェット機 RJ 開発に成功しました。YS-11 などターボプロップエンジンを持ったプロペラ機と比べると、客室の騒音は少なく、スピードも速いなどメリットが多く、やがて、ジェット機が、世界の中小エアラインに引っ張りだこになったのです。また、もう一つの理由があります。アメリカなどのエアラインは、パイロット組合が、雇用確保のため、各エアラインに、50隻以下の RJ 機を一定数以上保有することをエアラインに要求。エアライン側は、RJ を使わざるを得ないという事情があり、このクラスのターボプロップ旅客機の販売数が急激に低下することになったのです。事実ヨーロッパ、アメリカの航空機メーカー6社のうち、4社が、2000年代初めまでに旅客機事業から撤退しました。こういった状況の中、経産省は、RJ 市場がさらに拡大すると予測して RJ 計画を立案しました。それにいち早く注目した三菱重工業が応募したわけです。経産省は2003年4月7日、RJ 開発プロジェクトの窓口、新エネルギー産業技術総合開発機構に航空機メーカー各社を招いて
説明会を実施し、参画を希望する企業を募集したところ、計画案を提出したのは三菱重工業1社のみだったのです。1社しかないのでは即決ですよね。5月29日、三菱を主契約企業として、富士重工業、現、スバルと日本航空機開発協会、JADC が協力することになり、MRJ 開発計画が始まったのです。具体的な担当は、富士重工が、主翼などの開発で、10% ほどの工程を請け負い、機体開発は、宇宙航空研究開発機構、JAXA と東北大学が協力。経産省は、2003年、平成15年、度予算に、研究開発費として10億円を獲得し、環境適応型小型航空機エンジンの研究開発については IHI が受注したのでした。その後、日本航空が30機以上の MRJ の発注を公表、全日空も25機、うち10機はオプションの発注を公式発表したので、MRJ 開発はいよいよ本格的に動き出しました。日本航空と全日本空輸の発注を受けた三菱重工業は2008年3月28日に MRJ 開発事業化を発表しました。4月1日付で MRJ 開発専門事業者として設計、形式証明取得、調達、取得、カスタマーサポートなどを担当する 100% 子会社の三菱航空機を設立したのです。当初の予定では MRJ 初号機の初フライトを2011年、納期は2013年でしたが、胴体と主翼部分の設計変更を理由として、2009年9月に初号機納入を2014年の第1四半期に延期しました。また、2012年4月には MRJ の開発並びに製造作業の進捗が大きく遅れていたため、試験機初フライトを2013年度第3四半期とし、量産初号機納入は2015年度後半に延期せざるを得なくなったのです。とは、現 MRJ に対する世界の注目度は高く、アメリカのスカイウエスト航空からは100機の大型発注があったので、計画は順風満帆という見方が多かったようです。しかし、2013年8月、装備品の安全性を担保するプロセス構築が想定より時間が必要になったため、試験機初フライト予定を2015年第2四半期、初号機納入予定を2017年第2四半期に変更するという3回目の計画遅延を発表することになりました。その後、2014年10月18日には完成機がリリースされ、2015年1月28日、三菱航空機は日本航空と MRJ32 機の購入正式契約を締結したと発表されました。日本航空へは2021年に納入開始予定との発表もありました。11月11日の MRJ の初フライトは見事成功し、19日には2回目、27日にも3回目の飛行試験が実施されました。しかし、2015年12月16日、三菱航空機から発表がありました。試験工程から量産初号機の納入時期までの全体スケジュールを精査した結果、納入延期というものだったのです。12月24日には、納入延期の全体スケジュールを変更し、量産初号機の納入時期は、2017年第2四半期から、1年ほど先になるということが明らかになったのでした。その後も、設計変更が必要になったので、2017年1月20日には、5度目の納期延期発表となりました。そして、開発の成功に疑問が提示されるようになった頃、6度目の納期延期が2020年2月に発表されたのです。延期延期となったら信用を失いますね。三菱航空機及び三菱重工業の MRJ 開発への投資は、なんと6000億円以上にも、及び損失が膨らんでいました。三菱側は、ここまでの受注機数では採算が合わないと判断。2023年2月7日、MRJ 開発を中止すると発表に至ったのです。三菱重工業は、今までスペースジェット開発で得た設計ツールやシミュレーションツール、検証ツールなどを再整備、航空機開発の知見を日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同開発を進めている次期戦闘機開発に生かすと述べています。
開発担当だった三菱航空機は、正式に開発が中止されたことによって、三菱重工業に資産を移管して生産することとなったのでした。2023年4月25日には、称号を MSJ 資産管理株式会社に変更、会社の生産に向けて協議中とのことですが、これまで少なくとも500億円もの公的資金が投じられてきただけでなく、ANA ホールディングスや日本航空などと確定発注契約しているので、こういった企業への保証問題が残っていることを忘れてはいけませんね。まさか、これ以上の公的資金投入で援助ということはしないでほしいものです。国の財布は有限ですよね。一方で得られた技術やノウハウは、三菱重工業が国際的な戦闘機開発プロジェクトに貢献する基盤となりました。日本、イギリス、イタリアの3国共同で進行中の F3 戦闘機プロジェクトは、これらの経験を生かして、より高度な航空機の設計と実現を目指しています。これにより、三菱は、航空宇宙産業における日本の地位を不動のものにし、新たな領域での成功を目指しています。今後の展開にどうぞご注目ください。